あちんちへこそ、とまちです。ということで、本日は僕、地元のですね、四日市帰ってきているんですけれども、なんかハートが、奥にありますけど、なんかすげえ寂れてて、悲しいんだよね、なんか。ということで、本日は、僕がですね、通っていた高校までちょっとですね、10年ぶりに、ちょっとね、遊びに行こうというか、まあ、中にはね、もちろん入れないんですけど、まあ、ちょっと久々にその通学路でも、ちょっと歩いてみようかなということで、果たしてね、どんな感じ、いや、もう10年ぶりだからね、結構通学路も変わってるのかな、ちょっとわかんないんですけど、ちょっとね、少し楽しみにして、ちょっと思い出でも語りながら、行ってみたいと思います。ということで、早速、電車に乗って行きましょう。はい、ということで近鉄四日市駅です。三重県はね、あんまり JR が発達していないので、基本ね、近鉄です。近鉄っていうね、電車を使って行きます。なぜかね、四日市駅にね、あそこお酒の美術館っていうね、一回京都のね、本店に行ったことがあるんですけど、美味しそうなね、バーがあるんで、また行きたいですね、こっちいる間に。ではね、ちょっと電車捕まえていきたいと思います。何分発だろう。はい、この普通ですね、普通電車に乗っていきます。懐かしい。ということで、風がちょっと強いですけれども、やってまいりました。さあ、ということでやってまいりました。10年前ね、3年間通っていたこちらが川越富洲原駅でございます。ここの駐輪場まだやってたんだ、サイクルパーク。そう、みんなね、こっから高校までが結構ね、時間かかるんですよ、歩くと。だからみんなここにね、チャリをね、預けるんですよね、高校生。いっぱいここ置いてあるんですけど、だから家からまず最寄りの駅に向かう自転車が1台と、この川越と水原駅から学校に向かうための、さあ、ということで、うちの母校が見えてまいりました。なんか通学路をね、ペラペラ喋りながら歩いてたんですけど、なんと録画データが全部消えていました。このデータも消えているかもしれません。非常に悲しいです。絶望したんだけど、20分ぐらい喋ってたのに全部消えてた。ガチで10年ぶりだな、ここまで来たの。なんかね、向こうに高速道路とか、でかい道路があるから、そっからね、遠目から見ることはあるんだけど、ここまで近づくのはもうマジで10年ぶり。ほぼ不審者。さあ、ということで、うわー、懐かしい、この階段。これね、うわー、懐かしい。みんな自転車通学だから基本階段使わないじゃないですか。でも自転車も抱えてここ降りた方が早いんだよね。だからやっぱ当時パワフルだったんで、まだ、はい、なるべくちょっと学校に近づかない方向で行きましょうか。うわ、懐かしいな。ここでザリガニ釣りとかはしたことはないですね、さすがに。なんか友達がここら辺でなんかザリガニ探してた記憶あるわ。部活の同期が、うちの部活の同期変わったやつら多かったからな。やっぱ演劇部変わったやつら多かったな。ということで、ちょっと今からね、よく演劇部で練習してたね、練習場所にちょっと行ってみよう。うちの視聴者の中にもいないのかな、 OB、OG、後輩ね、誰かいたら面白いんだけどね。まあなかなかね、なかなかおらんよな。うわー、懐かしい。同窓会とかも一回も行ってないしな、高校の。よくわからん同窓会。うわー、来た。うわー、青春の香りがするぜ。うわ、ここですね。うわー、すげー懐かしい。空手部がめっちゃ強くてね、女子空手、毎年全国もう十何年連続とか行ってたね。うちの友達もう女子空手やってて、その子もね、全国行ってたんですけど、いつもね、俺なんか学校に一番早く行くのがすごいなんか優越感じゃないけど好きだったんだよね。で、行くと大体俺かその子なんだよね、一番が。なんかその子もめっちゃ早いの。朝練があんのか分かんないけど、なんかね、早く来てなんか黒板のところ掃除してたりとかなんかしてたんだけど、なんかそれで俺もなんか釣られて、おはようっつって一緒に教室の掃除とかしてたさあ、ということで、ここですね、学校からちょっとね、1、2分歩いたここのね、田んぼなんだけどめっちゃ家建ってますやん。これなかったよ、多分。確かここです、ここ。うわ、懐かしい。
うわ、あ、このオンボロ小屋あった、ずっと一生あるよな、このオンボロ小屋。ここでなんかね、掛け合いみたいなのやるんだよ、大きな声で。ここの端っこ、ここ立って、であっちのさ、向かいの道路、あそこにも人が立って、なんかこうセリフの掛け合いとかやったりとか、なんかそれ以外の時はなんか、なんだっけな、なんか普通に声出し、まあ、しりとり的な声出しやったりとか、なんかいろいろやってました。さあ、ということで、まあ、10年ぶりぐらいにね、ちょっと母校に赴きまして、まあ、中とかまではね、もちろん入れないんですが、なんか思い出と、あとこう当時この部活の練習場所、うん、声出しの場所がね、見れたのがね、ちょっと感慨深かったね。もうあれから10年以上経ってんのかって思うとね、なんかすげえ年取ったなっていう急に気持ちになりました。うわー、懐かしい。ここ浅毛川だっけな、ここね、よくね、台風の時に氾濫しそうになるんだよね。うん、めちゃめちゃここが溢れて、もう橋の本当に触れるんじゃねえかっていうぐらいまで水位がね、上がるんすよ。でそういう時は、あの大雨警報とかで、あの学校がですね、休みになるんだけど、普通は暴風警報出ないと、なんか学校ってあんま休みになったりしないじゃないですか。なんか校内放送で4限目の時間に、今日はもう学校休みになります、帰ってくださいみたいな、あの放送が入った時に、もう学校全体がうわーみたいな、うなりを上げて、帰れるーみたいな、なんか歓喜の渦で盛り上がったっていうことが一回あってね、それはすげえ覚えてるな。で大雨の中帰ったことがあるわ。でその時に橋見て、これやばくないみたいな、これマジ氾濫したら終わるくない俺らみたいなことを言いながら、この道をですね、自転車で走ってましたね。でここにもね、あるんですよ、逸話が。はい、ということで、こちらのですね、止まれの文字があると思うんですけど、ここはね、懐かしい。ここね、あのうちの高校の要注意ポジションで、ここのね、止まれのこの先、ここでね、なんか市内かなんか持ってね、あの学生指導の先生が見張ってて、この止まれの標識を破って、あの突っ込んできた自転車を全部止めるんだよね。はい、止まれみたいな。でなんかイエローカードみたいなの渡して、2枚貯まるとなんか反省文書かされるみたいな、レッドカード出るとなんか自転車登校をしばらく禁止みたいな感じだった気がする。それなんでそういう風な見張りがね、出てくるようになったかっていうと、うちの部活の同期の女の子がいたんだけど、ここら辺でね、一回ね、車にはねられたんだよね。骨折ったんだっけな、確か腕の骨がね、なんか折れた気がする。でなんかそこからちょっとね、ここら辺の見回りが厳しくなったっていう歴史があるな。さあ、ということで、もう一つの思い出ポジション、通学路のね、やってまいりました。ここのね、あ、なんかね、すごいまっすぐこう学校からこう来る道があるんですけど、高校3年かな、うん、の時に、ここら辺になんか痴漢が出るっていうね、情報がすごいあって、でその痴漢がいるから、マジで女子生徒気をつけろみたいな、情報がね、出てたんですよ。すごい車が渋滞している。え、すれ違えるのそれ、やばそう。うわ、当たんない。すごい。すごいわ。それで、その痴漢が出るよって言ってた情報のその当日かなに、ここの通学路で、ちょうどそのバイクに乗ったおっさんみたいな人が女子生徒を触りに行ってたの。それを俺とその同級生の、まあ、中林ってやつと一緒にこう目撃して、え？みたいな。もう目疑って、え？あの話のあれが今ここでみたいな。で、え？やば？みたいな。感じで、でなんか触られそうになってたのが、あのさっき言ってた女子空手部の子だったんだけど、やっぱさすがの反射神経でスッてかわして、いやすごかったね、うん、でちょっとね、その中林って男がすげえ血気盛んで、おい行くぞみたいな、2人ならやれるっつって、いや、やるとかじゃないからみたいな、2人ならやれるからとっ捕まえに行くぞみたいな感じで、すごいね、息巻いてたんだけど、相手バイクだし学生2人じゃ危ないだろみたいな感じだったから、とにかくそのまずバイクのね、ナンバーをメモって、で学生活生活指導のところにすぐね戻って、学校にで、ナンバーとバイクのね、カラーみたいなのをこう伝えたんですよね、うん、でその時の生活指導の先生たちに、そのバイクの色がベージュと黒のツートンかな、ツートンカラーでみたいな、でナンバー言ってみたいな感じだったんだけど、その時の先生の一言が、あの忘れられなくて、ツートンかって、いや別にそんなツートンカラーのところにさ、驚く必要あるみたいな、ツートンかみたいな、クソ盲点だったみたいな、なんかそんなリアクションされてさ、いや そこじゃなくないみたいな、ナンバープレートとかの方が重大じゃないみたいな、それはかなりね、思い出深いですね。
さあということで、駅の方にね帰ってまいりました。歩くと本当に片道20分ぐらいかかるから大変だわこの道。そりゃみんな自転車で来るよな。まあ良かったですね、なんか10年ぶりにこういろんな思い出がフラッシュバックしてきていい思い出です。高校2年生の頃に初めてできた彼女と別れたんですよね。でその時にねこの道をとぼとぼなんか失恋ソングとかねちょっと元気になるなんかファンキーモンキーベイビーズとかあとまあボカロ系のあの失恋ソングとか聞きながらねなんか毎日なんか青春感じながら登下校とかしたりしててすげえなんか思い出に残ってますね。もうあとはなんかとにかく部活やって受験の頃はねあんまりもうまあ勉強もしなかったんでニコニコ生放送やったりとかねもう今に通じますけど、あとはまあもうひたすらその高校3年生の時にラウンドワンができたんですよ学校の近くに。まあでも自転車で15分ぐらいの距離なんだけど、もうそこに友達と行ってねひたすらスポッチャ行ったりとかなんかコインゲームしたりとかで、そこにスキヤがあるんでまあそこでスキヤ食って帰るとかねやってましたね。そんな感じだね。あとは一駅ぐらい離れたところにイオンモールがあるんですよね。でそこはやっぱりもうなんか彼女とのデート場所というかもうしょっちゅうもうデートって言ったらもうそこしかないみたいな感じなんで、もうそこ行って彼女とデートしたりとかはしてたかな。あ結構でかいペットショップがあったんで、まあ、そこでなんか魚買ったりとか、まあ、なんかペット用品買ってましたね。実家帰ってくるとね車で寄ったりして結構でかいところなんで猫たちのご飯買ったりとかねもう結構してます。うん、懐かしいね本当にたくさん。ということで今回は僕のうわー風が強い、今回は僕のですね10年ぶりに、高校通っていた高校の通学路をですね、10年ぶりに歩いてみるということで、はい、いやなんかこういうね懐かしい場所ね歩いたりするのすごい好きなんですよ俺。なんかノスタルジーを感じるじゃない。なのでちょっと10年ぶりに歩いてみましたけれども、なんかいろいろ通学路だけでもね思い出が結構蘇ってきて非常に良かったので、皆さんもなんか地元とか帰った際はね小学校でも中学校でも高校でもなんか馴染みのある道をねなんか歩いてみるっていうのはね非常にいいんじゃないでしょうか。多分あれが俺の乗るべき電車なんですけど、これは間に合いませんね。はい間に合わない間に合わないですね残念ながら。ということで、はい、僕は四日市に帰りたいと思います。このためだけに来ました。ということでありがとうございました。バイバーイ。風強すぎマジ今日マジで風強すぎ。